はい、インド専門のサトルです。今日はですね、X ジュニアコピーライター A 級レベル第6話ですね、第3ループというテーマの勉強だったんですけれども、こちらの宿題を一緒にやってみたいと思います。はい、X ジュニアコピーライター養成スクールのこう A 級レベルというのをですね、今、何回かにこう分けてですね、あなたにご紹介をしていますけれども、仙人さんがですね、2014年からスタートされました、このジュニアコピーライターシリーズの最終シリーズということになります。コピーライターのですね、コピーライターとしての、細かいテクニックというよりかはですね、実際にビジネスをやっていく上で必要な考え方であるとか、あとはですね、心理機能について、かなり深く解説をしていらっしゃいます。これは心理機能というのはですね、いわゆる MBTI という16種類に人間を分類するっていう方法がありますけれども、それが元になった話が結構多いですね。この心理機能というのがですね、自分自身の進化もそうですし、チームビルディングにと、チームをこう作っていく上でですね、非常に大切な、知識ということで、深く教えていただいております。で、今日もですね、心理機能関連のテーマでした。ということで、第3ループというですね、これは仙人さんが名付けたことですけれども、心理機能の、ちょっとうまく機能してない状態のことをですね、うまく使いこなせていないような状態のことを、指しているんですけれども、ざっくり言いますとですね、人間のに、MBTI のシステムでいくと、人間は16タイプに分かれますと。で、それぞれの人にとってメイン機能、それぞれのタイプに対してですね、メイン機能、サブ機能、第3機能、劣勢機能というふうにあるんですけれども、メイン機能はみんな普通に使いこなしていると。で、メイン機能と一緒に、第3機能を同時にこう使っているような状態で、第3機能に依存しているような状態のことを、第3ループというふうに言うわけですね。はい、なかなかちょっとこれは、よく勉強しないとよくわかんないっていう話かもしれません。かなり興味深い内容ですので、ぜひちょっとあなたにも勉強してほしいなというふうに私は期待をしております。でですね、で今回宿題っていう形で明確にはなかったので、授業の中で、お話があったことについて、エクササイズというかですね、アクションプランという形で示されたもの、これを宿題と考えて、ちょっと一緒に考えてみようかなと思います。このエクササイズはですね、かなりたくさんの種類があったんですけれども、一つちょっとピックアップしてですね、一緒に考えてみたいと思います。こんな感じで考えると、いいですよっていう雰囲気がつかめればいいかなと思いますので、ちょっとご紹介します。エクササイズのうちの一つですけれども、まず1番として、あなたの心理機能を紙に書き出してくださいというのがあるわけですね。で、と一緒に考えてみたいと思うんですけども、私の場合でちょっとやってみましょう。私の場合はですね、あれですね、INTJ というタイプになりますので、メイン機能が内的直感なんですね。INTJ の N が直感を表しています。I は内的っていうのを表していますね。で、サブ機能、2番目が、今度は、外的になります。外的思考ですね、私の場合は。3文字目の T というのが Think ですので、外的思考ですね。で、第3機能というのが、今度またメインと同じ内になるんですね、内側。内的感情ですね。はい。そして最後、劣勢機能が外的感覚ということになります。で、これですね、慣れれば分かるんですけども、何タイプのメインが何で、サブ機能が何でとかいうのって、これね、仙人さんはすごいんですよね。もう何にも見なくてもすぐパパパパパって言えるんで、先生なんでそれはそうかもしれませんけど、
これすごいなと思うんですけど、私の場合は一覧表をですね、こう Excel ファイルで作ってですね、全部こう、まあ、なんていうか規則性があるんですよね。規則性があって、なんていうかな、まあ、一覧表にすれば、ああ、こういう仕組みになってるんだっていうのがよくわかるんで、ちょっと参考までにですね、あなたもちょっと作ってみるといいかもしれないですね。まあ、ネット上に MBTI のあれっていっぱい出てるんでね、そういうのを参考にしながら表を作ってみるといいかもしれません。ご参考までに私のやり方はですね、INTJ とかそういうタイプがありますよね。そういうのを縦軸にこう16個をですね、縦にこう並べていくんですよ。で、横軸に、横の方にですね、メイン、サブ、第3列星っていうふうに。本当はもっと続くんですけどね。まあ、一応それでいいと思います。メイン、サブ、第3列星っていうふうにやって、で、その表ができますよね。で、表の一個一個のその枠に、外的直感とかね、内的思考とかこう入れていくわけですよね。そうすると、表が出来上がると思います。はい。で、エクササイズの、2番目ですね。過去、第3ループに陥っていたせいで、うまくいかなかった時期や出来事を思い出してみましょうと。第3ループ。私の場合は、あれですね、内的感情に、依存してしまっている、内的感情にはまってしまっている状態が第3ループですので、感情的になっていた時、なんだろう。まあ、じゃあ学生時代の時で考えてみますと、まあ、例えば大学受験とか高校受験ってありますよね。まあ、私の場合は結構、分不相応というかですね、とりあえず目標を高く持ってそこに向けて頑張っていけば、まあ、そこがダメでも第二志望もかなり高いところに行けるだろうというそういう作戦で取り組んでいたんですよね。まあ、それ自体、まあ、別にそんなに悪くはないのかもしれませんけれども、まあ、とにかく第一志望の目標が高すぎるっていうのがあってですね、もう本当に最高学府っていう感じのところをですね、常に目指すみたいな感じで、結局高校受験も大学受験も、もう第一志望がもう極端にレベルが高いところを狙うんですよ、私の場合は。なので、高校受験も大学受験も結局第二志望のところに行きましたということなんですね。なので、これは、まあ、良かったのか悪かったのか、功罪それぞれあると思いますけれども、ちょっと感情的になっていたなっていうのは今にして思うと、ありますね。学力的にはね、思考力とか、知識の量とかいう面では、まあ、もちろん成長はありましたけれども、やっぱり、こう、なんていうかな、自分でこう、計画的に成功しにいってるっていう感がちょっと薄れてしまって、ちょっとトラウマのような感じになってしまってる部分もあるんじゃないかと思いますね。まあ、あとはですね、まあ、例えばある女性のことを好きになると、ずっとこう感情的にずっとその人に、心を奪われてしまうというようなことがあって、でもやっぱりこの大学受験と同じでですね、やっぱりその人はレベルが自分にとっては高すぎて届かないみたいなことが、まあ、あると。そうすると、まあ、私にとって、まあ、相手にとってもそうかもしれませんが、時間の無駄ということになってしまう。これは、まあ、ある意味第三ループなのかなという気がしております。はい。で、じゃあサブ進化ができていた時期や出来事をですね、3つ目のエクササイズとして、サブ進化できていたな、何でしょうね、サブ進化って、私は本当の意味ではまだできてないのかもしれませんけれども、サブ進化っていうのはサブ機能をうまく使って、サブ機能を伸ばしている状態のことですね。まあ、あえて言うならば、ちょっとまた勉強系のことになっちゃうんですけどもね、語学の勉強を集中的にやっていた時期があります。で、それは英検1級を目指して勉強していた時期で、その時期というのは、まあ、なかなかね、英検1級って普通の人にとってはハードルが高くて、私にとってもそうでしたけれども、おっかないですよね、英検1級を受けるとかってね、日本でしか生活したことがないのに、英検1級受けて受かろうとするっていうね、かなりチャレンジングなんですけれども、かなりその時期はですね、合理的に勉強をしていて、確率的に何に取り組めば一番うまくいくだろうかっていうことを、合理的な勉強ができていたのかなという気がしています。まあ、これがあえて言うならばサブ進化かなと思いますね。はい。で、4番目、現在メインと第3で行っていたと思う仕事、習慣、行動などを書き出してくださいと。
これも要するに第三ループっていうことですけどもね、私の場合内的直感と内的感情を使って変なことをしている時間、そうですね、やっぱりこう女性の関係かなと思いますね。私が自分が好きになった女性のことをずっと考えていて、ただずっと妄想をしていて、遠い将来、内的直感なんでやっぱり時間軸が長くてですね、遠い将来その人とすごく幸せな生活を過ごしているっていうことを、漫画の空想みたいな感じでね、ファンファンファンっていう感じでこう空想妄想してるみたいなね、なんていうか時間の無駄っていう感じですよね、一言で言うとね。なんか LINE でも送ればっていう感じですよね。で、じゃあ5番目、メインとサブで行っている仕事習慣、行動を紙に書き出してください。しかしも直感をメインで使いながら思考力を働かせているようなこと、仕事、会社っていうか、今やっている取り組んでいる仕事全般がそうだと思いますけれども、他に言うならば、このブログを書いたりっていう行動を私は今してますけれども、これは結構思考力も使うし、こうアウトプットしていくっていう意味では、外的思考を使っているのかなというふうに思っていますね。で、最後、習慣やタスク、トゥードゥーリストから第三ループに基づいているものを排除してくださいということですね。これちょっと最後ね、皮肉っぽい話にはなるんですけども、トゥードゥーリストを作るのに時間をかけまくっているというのが私にとっての第三ループかなという気がしてますので、トゥードゥーリストは一回書けばね、いいんで早く行動しましょうというふうに、思いますということで、じゃあ今日はですね、X ジュニアコピーライター A 級レベル第6話の、宿題、エクササイズですね、一緒に、ちょっと考えてみました。それでは以上になります。ありがとうございました。